シュレッド解放区の酒井です。本日はですね、先日セルモーターでクランキングできないというところで動画上げさせていただいたんですけど、まぁ、ちょっとそこでまぁ原因がわからないということで、まぁ、コメントの方でいろいろ皆さんにいいコメントいただいて、その中でいろいろまたちょっと潰していこうかなということで動画作らさせてください。はい。で、まぁ、今ですね、これ状態としてはですね、また変わってない状態で、まぁ、ここにスイッチがオンにあって、まぁ、ここでセルモーターが回るというパターンなんですけど、で、まあ、今日ちょっと、潰さないといけないことがたくさんありまして、一つまず潰れたので、潰そうと思いまして、全く先日と同じ状況になってます。はい、このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク、DIY、バイクメンテナンスについての話をさせていただいています。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。あとですね、同時にですね、動画の方へのコメント、グッドボタンいただけると、テンション上がりまして動画は継続できますのでよろしくお願いします。直接私に連絡取りたいという方はですね、概要欄に LINE の公式アカウントというのがありますので、登録していただいてメッセージいただければコメント返させていただきます。はい、じゃあそれではやっていきます。で、線もずっと同じ状態、ソレノイドが悪いのか、セルモーターが悪いのか、ちょっと原因がまだわからないんですけど、まあ、コメントでもいただいた通りですね、ちょっとですね、バッテリーが弱いんじゃないかというところも一つのあれだったんで、ちょっと今お休み中にですね、これ見えますかね、今これちょっと 見えてます、見えてないですか、ちょっとあかんな、バッテリーを充電しておいたんですよ、見えますかね、これ青になってます、充電これで完了なんですよね。はい、なんでまあね、バッテリーでまずバッテリーを、まあ、新品、まあ、これね、もともと新品のものなんです。新品で買って、まあ、いろいろ使っててっていうことで、このバッテリーですね、はい、これも充電が充電してあるということでなってるんで、これで一回先日同じ状況で回してみますね。はい、ブースターが細いなんていうのもあったんですけど、まあこれぐらいの太さなんですよね。わかりますかね、ブースターの太さ。はい、じゃあちょっと見えやすいように、ここにこれ見えてますか、ここにバッテリー、ここにバッテリー置いてます。はい、これがプラスの方ですよね。そんなに細くはないのかな、普通のサイズなのかな、ちょっと細いのかな。はい、こっちは細いんですよ、これはね。うん、でまあ先日もやってたんですけど、こっちがマイナスなんでマイナスつないで、ちょっとボディーアースが弱かったようなニュアンスがあったんで、これでこれでセルモーターのアースですね。でこのもう一本の細いブースターで、ここにアース、ここマイナス取って、ちょっとここボディアース、ここ以外でちょっとボディアースするっていうことですね。はいはい、これでボディアースは終わったんで、ちょっと配線むき出しなんでね、これちょっとバチバチってなると怖いんで、はい、でプラスをつなぎます。でこれオン、オフになってること確認して、この配線つないでなかったです。はい、じゃあこの太さのあれでプラスだよね、はい、プラスの、まあ充電はできてるよっていうことなんで、はい、でこれでプラスになりますね。はい、これでセルモーターが回れば、ただ単にバッテリーが弱かっただけということになります。ちょっと待って、これ怖いな、これ。はい、じゃあここにスイッチあるんで、うわパチパチって言ってる、ちょっと待って、はい、じゃあこれオンにしてやっぱり弱いですよね、バッテリーは。今プラグついてる状態です。なんでちょっと
バッテリー外しましたね、今。状況はやっぱりこうバッテリーではないのかなっていうことなんで、やっぱ弱いですもんね。今プラグついてる状態であれだけじゃちょっと弱すぎるんで、ソレノイドが次ちょっと危ない、怪しいかなと思って、結局ソレノイドに入る電源が弱い。あ、ソレノイドから出る電源、セルモーターに向かう電源が弱、電圧が弱いのかなっていうところで、探したら、これ、3つあったんですよ、合計で。うん。なんかまあ、ね、ここそれの出るとこって動くとこだと思うんですけど、こことここの硬さも全然違う、いろいろなんかありそうなんで、で、これはもともとついてたソレノイドじゃないんですよ。これがもともとついてたソレノイドで、まあ、結局、このソレノイドとこれを交換して、まあ、結局ソレノイドじゃないなとかって思ってたんですけど、もしかしたらソレノイドの、その中、がちょっと壊れてる可能性があるんで、分解していきたいと思います。これは手元の動画になりますので、はい、ちょっとカメラは、カメラのアングル変えますね。まあ、これはそのままにしておいて、ちょっとこの2つのソレノイドを、ちょっと分解して様子を見てみます。で、またここと変えてみます。はい、じゃあちょっと手元の画像になります、動画になります。それじゃあ、ソレノイドを分解していきます。まあ、その要はソレノイドから、ソレノイドからセルモーターに行く電源が弱いっていうことで、接点がもしかしたらっていうことがありそうなんで、多分これ、こっちが多分ついてたやつですね、もともと。これはなんか、中心とかももうずれてません。これわかりますかね。ちょっと一回こっちをまず最初にバラしてみます。どうやってバラすんかな。初めてバラしますね。どうやってバラすんかな。まあ、とりあえずここのマイナスいってみましょうか。あ、ゆるいぞこれ。バラされてるのかな、すでに。最悪今まあついてるものをまあちょっと見て、もしこれがもう新品はないんですよ。ちょっと部品間に合わなくて。なんかバラした時に配線がっていうことをコメントでアドバイスいただいて、なんかこの辺があれなのかな。ちょっとゆっくり、なんかくっついてるのか、ここ取った方がいいのかな。ここ取るとどうなるんだろう。なんかここ取った、どうなってんだ、どうなってんだ。あー、ちょっと待って待って待って、暗い暗い暗い、わからん、わからん。確かに配線いますね。え、どうなんだろう。あ、そういうことか。ここにもここにも配線がいる。うわ、ちょっといかんなこれ。あれ、けど、え、ちょっとこれ、ここにも、はい、これちょっと取ろうかな。こうやって初めての作業はあれですよね、結構怖いですよね、壊しちゃいますよね。これ取らなくてもいいんかな。なんか嫌だ、嫌な感じ。ちょっとこれ待って、そういうことか、こういうことで、え、これは、あ、ここか、あ、こうなってるんか、こうなってるんですわ、ここの部分。うん、これでまあとりあえず行こうかな。で、これなんかなんかこれ今ポロってここなんかかけたような感じだったんですけど、これでもうこれ以上バラ、え、どこに接点が、ん、どこを磨けばいいんだろう。ちょっと原理が全然わかんない。どこを磨くのこれ、ここ。ああ、ちょっと待って待って、
なんかすん、まずのまず、これそういうことか。もうなんかポロポロ落ちてきてるんですけどね。磨くとしたらどこなんだろう。ここですよね多分。でここもねすごいことになってるんですよ。ギザギザになっちゃってるんですよ。こっちもちょっと黒くなってるんで、ソレノイド、ちょっとこれ1個目もうこんな感じですね、とりあえず。でここにもなんか配線あるんで来てるんで、ちょっと OK です、 OK です。ちょっと今調べてました、調べました。要はこれがあった、これ電源スイッチが入ることでこれがピコッとこう伸びるんですよ。こうやってこれが伸びて、ここの部分とここの部分がピタッとくっつくことによって、こことここがつながって流れるっていうことなんですよね。これだとしたらこれもすり減っちゃってるもんね、これ。うん、これはちょっと状態だいぶ良くないな、うん、じゃあちょっと今度はこれをちょっとまず置いといて、置いといて、もともとついてたやついきましょうか。これ押されてつながればいいと。ちょっと様子、ここを外して、こっちがもともとついてたやつ、これ多分部品取りだったんで、これあれ、これがちょっと結構いいくはないですけど、なんか接点を磨く、もしくはその接点が、これもしこれ開けてみて、こんな風にこれ陥没してるんですけど、ここけど、それでも陥没しててもこれ伸びればピッてつきますよね。微妙についてるんだけど、隙が浅いからなんかちょっと不安になってきたな。ああ接点が、ああこれ見てください、これ焼けちゃってるような感じだもんな。あ、ここはこういう風になんか割りピン、あの、これ多分良くないですよね、これ。ここを磨けばいい。お、もしかしたら、ちょっとペーパー持ってきます。ペーパー荒いかな、これ。120番。ちょっと荒いけど、これしかないや。いや、これで。ちょっとこれ、もしかしたら、ソレノイドだった可能性やっぱありますね。ちょっとここもちょっとやっぱり。で、こっち側ですね、こっちも。けどね、明らかにこっち、この
これも明らかにへこんでますもんね、これ。それに比べればこのやっぱりこれはそんなにまだダメージは少ないと思うんですよね。最悪これハンダゴテで持ったりゃいいんですかね。ああ、なんかこれセルボーターもありそうですよ。こっちがなんか綺麗に、これちょっとあんま近いすぎると配線が切れそうなんで、よし、いいね、よし、これでしまえばいいわけだね。あばばばば、これ入れるの忘れた、これ入れるの、これを入れて、これを入れて、これが押されることでこことここがくっつくってことですもんね。 OK で、これで入れて、あれ怖い怖い怖い、よし、OK、 これでいいんだけど、これネジ、ネジちゃんとつくんか、どこ、なんかこれ合わせ位置って合ってんのかな、どこだった、これ難しいな、これメスの方の、あ、来たか、噛んだね、よし、噛んだ噛んだ、ここ第一は OK、 で、こっち側が、お、噛んでる噛んでる噛んでる、 OK、じゃあこれを使ってみましょう。はい、じゃあちょっとソレノイド接点を磨いて、これでちょっと向こうの今ついてるやつ外しましょうかね。どっちにしろ交換するんで。はい、じゃあちょっとこれを使って、これはちょっとまあもうかなり状態がひどいんで、これをまあちょっと部品取りというかいうことにしておいて、これつきますもんね、ついてますもんね、ついてます、ついてます、 OK です。じゃあちょっとこれでちょっと向こうのを一回外してみて、今ついてるものをちょっとそれを今度見ますわ。ちょっと待ってください、これはまあ磨いたもんということで、ちょっと番号振っときましょうか。一応念のため、この間違えるとあれなんで、これが1番で、これが2番で、今ついてるやつ外してきますね。よし、外せました。これけど見たらもう明らかにおかしいっすわ、これもう動かないっすもん、ここが。これすごい、こうこんな感じ、1番、ちょ、これ3番、3番、ちょっとこれ分解してみましょう。3番で、明らかにおかしいもんね。おー、なんか来たか？嬉しい。
んだこれ、めんどくせえな。うわやべえ、うわーこれやばいじゃんこれ。8あ、8 8これ7なんですよね。7じゃダメ、8めっちゃ危ねえ。これを分解して中がどうなってるか、今さっきやったやつですからね。これは今ついてたソレノイドになるんで、中身楽しみですよね。いてて、どう、絶対おかしいからねこれ。絶対もう見た感じおかしいっすもん、触った感じっていうんですか。新品買った方がいいっすよね多分ね、こういうなんか。よし、うわ見て、皆さん見てください、これ見て、ほら接点がグザグザになってる、なおかつこれ曲がってますよこれ。ほら見て、これ決定的瞬間じゃないこれ。これ曲がってますもん、もう接点もこれぐちゃぐちゃ、もうつぶつぶになってる。 OK、 じゃあさっきやったこの1番、よし、この1番を今からじゃあちょっとつけてきますわ。なんか来たぞこれ、こっちも見てくださいこれ、今ついてたやつ、こりゃつながらんすわね。そりゃこれを曲がってりゃうまいこと押せてないですもんね。しじゃあちょっとこれでいってきます、これをちょっとつけてみます。うわー治るかな。はい、じゃあちょっとカメラまた映しますね。はい、カメラ戻しました、ここの位置に。で一応ですね2番3番ということで、あのもともとついてたここにさっきやってた3番なんですけど、それは3番が一番ダメでしたね。まず、あのちょっと戻ってもらえばそれのように分解してるとこあるんですけど、でこれ1番使ってみよう、ボットの一番調子が良かったものをこれ今からつけますんで。はい、けどちょっと今やってて思ったんですけど、要は僕がこうガン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 これでやるからおかしなことになっちゃったのかなっていうところもちょっと考えられるんですよね。まあちょっとやってみます。配線めっちゃ邪魔。よいしょ、この1番のソレノイドをつけていきます。一番状態のいいもの、ここまたソレノイドが見つけるのが難しいんですよね。よし、これでソレノイドつきましたね。よいしょ、さあドキドキするな、これでセルモーターギランギランギランって回ってくるや、めっちゃ嬉しいんですけどね。
これで回ってくれたらいいな。回ってくれないんだろうな。だってこれもともとついてたやつですもんね、このソレノイド。回らないから変えたんですもんね、僕。よし、まあいいや、ちょっとやるだけやってみよう。はい、じゃあプラスをつないで、プラスをつないで、これプラスか、スイッチオフ、オフになってると確認してプラスをつなぎますね。プラスをつないで、このスイッチのプラスをつなぐと。OK で、これをつないでオンにしていきますよ。もうプラグついてる。これクランキビュンビュンビュンすれば OK ですからね。あれなんだろう、なんかいい感じ。ちょっとやっぱこれソレノイドかな。どうなんだろう、なんかちょっと、前となんかクランキングの勢いがちょっと変わったような気するんですよね。うん、それノイドかな。中古だから。はい、ちょっとまあ中古のそれノイドというけど、まあ明らかにちょっと変わりましたよね。もう一度やってみましょうか。オフになってるんで、これをオンにして、もっとぐるぐるぐる、なんだろうなこれ。ちょっとなんか動画では分かりづらいかもしれないですけど、ちょっとソレノイド新品買うか。はい、本日はちょっとソレノイドをちょっと徹底的に今接点磨いたりとかっていうことでやってみました。はい、ですがちょっとセルモーター回らずということで、またちょっといろいろコメントいただけると、明らかにちょっと変わったっていうのがあるんで、これ中古じゃなくて新品をちょっとやっぱり買った方がいいのかなとか、うん、ちょっと確実に組なんかこうガン、うん、はい、すいません、本日動画終わります。ありがとうございました。